これは中国重慶市で撮影された映像ですキックボードで遊ぶ3歳の女の子その背後に忍び寄る怪しい影猿ですすると次の瞬間猿が女の子に飛びかかりそのまま引きずり始めたのです 画面右側の方向に連れ去られる女の子その時近くにいた男性が女の子の異変に気づき猿に向かって走り出します猿は男性によって追い払われ女の子は無事助け出されました鳴き声が聞こえたと思ったら猿が女の子を連れて行ったのが見えてすぐ助けに行きました母親はこの時 夕食の支度をしていて女の子は一人、道端で遊んでいたということです。